公園のランドマーク、オルタンシアの金メリケンパークは、神戸市中央区の神戸港にある、港湾緑地。神戸港事業の一つとして、1987年に、かつてのメリケンハトバと神戸ポートタワーが立つ、中途底の間を埋め立てて造成された。そこに、神戸海洋博物館、ホテルオークラなどが建設されて、現在においては、神戸港を代表する景観の一つとなっている。 北側には1987年に著名建築家フランク・ゲイリー作のフィッシュダンスという開校120周年を記念するオブジェが設けられ中央芝生には1990年に第一回神戸ファッションフェスティバルを記念する首労オルタンシアの鐘が設置された東側の一角には1995年の兵庫県南部地震で崩壊したメリケンハトバを あえて復旧せずそのまま残して、1997年に神戸港震災メモリアルパークとして整備され、震災の貴重な記録が保存されている。2017年4月5日に大規模なリニューアル工事が完成した。メリケンパークの西側にある埠頭、外交クルーズ客船やレストラン船のルミナス神戸に、などが発着する。中途底の先端には波の形をした。 神戸メリケンパークオリエンタルホテルがある。メリケンパークあたり地区と中都定付近に、新港都定西地区から神戸ハーバーランドまでの都市作動を経由させる構想がある。ありがとうございます。